インドモンチズインドモンは、インドのデリーにある、慰霊碑。ニューデリーの、儀式の軸の東端にある、ラジパースに沿って立つ戦争記念碑である。1914年から1921年の、間に第一次世界大戦、フランス、フランドル、メソポタミア、ペルシャ、東、アフリカ、ガリーポリなど金極東、第三次アングロアフガン戦争で戦死した。 イギリス領インド陸軍の兵士7万人の記念碑として建てられた。門にはイギリスの兵士や将校を含む1万3300人の軍人の名前が刻まれている。エドウィン・ラッチェンスが設計したこの門はローマのコンスタンティヌスの外旋門などの外旋門の建築様式を思わせパリのエトワール外旋門やムンバイのインド門に例えられることが多い。 1972年のバングラデシュ独立戦争の後、アーチの下には黒大理石の台座にグニオーヘルメットをかぶせた逆さのライフルを乗せ、4つの永遠の炎で囲まれた構造物が建てられた。アマル・ジャワン・ジョティと呼ばれるこの建造物は、1971年以来、インドの無名選手の墓となっている。インド門は、 インド最大の戦争記念碑の一つに数えられており、毎年、共和国記念日には、首相が、この余るジャワンジョティに敬意を表して、門を訪れ、その後、共和国記念日のパレードが始まる。また、ニューデリーの市民社会の集会の場ともなっている。1930年代に、インド門を通過する装甲車インド門建設は、第一次世界大戦で戦死した兵士の墓や、 記念碑を建てるために1917年12月に設立された帝国戦争墓地委員会の事業の一環だった。門の祖先は1921年2月10日16時30分、英領インド軍の将校や兵士、帝国戦務部隊、総司令官、インド総督のチェルムスフォード男爵が出席した式典で、法院中のこんな男爵によって付設された。 その場で、総督は、個々の英雄の感動的な物語は、この国の歴史の中で永遠に生き続けるだろうと述べ、有名、無名の英雄たちの記憶に敬意を表した、記念碑は、将来の世代にも、同じような不屈の精神と、それに劣らない勇気を持って苦難に耐えるように鼓舞、するだろうと述べたと伝えられている。 公爵はまた国王からのメッセージを読み上げ、この場所、インドの首都の中央の展望台に、後世の人々の思いの中に、戦い、倒れた、英領インド軍の将校や兵士たちの栄光の犠牲を、残すために設計された記念のアーチ道が立つだろうと、述べた。式典では、第9デカンホース、第3サッパーズマイナーズ、第6ジャット系不評。 第34シークパイオニアズ、第39ガルフワールライフルズ、第59シンデライフルズ、第117マラーターズ、第5グルカライフルズが、第1次世界大戦中の英領インド陸軍の卓越した功労と胆力を称えられ、ロイヤルの称号を授与された。記念碑の祖先布設から10年後の1931年2月12日、アーウィン卿は、 この記念碑の落成式で、私たちの後に、この記念碑を見る者は、その目的を考える中で、壁に書かれた名前が記録している犠牲と奉仕の何かを学ぶことができるだろうと述べた。記念碑の祖先付設から落成までの10年間、鉄道路線は、ヤムナー川に沿って走るように変更され、1926年には、ニューベリー駅が開業した。 毎晩19時から21時30分までライトアップされるこの門は今日ではデリーで最も重要な観光名所の一つとなっている通行止めになる以前は車がこの門を通っていた共和国記念日パレードはラシュトラパティバ1からスタートしインド門を通過するインド門はニューデリー市民社会の抗議の場として人気があり 歴史的には2012年インド集団合姦事件、ウナオ合姦事件、反汚職運動などに対する抗議が行われている。2017年にインドモンはラッチェンスが設計した。もう一つの記念碑であるイギリスレスターの追憶のアーチと提携した。両者は非常に似たようなデザインを踏襲しているが、レスターの規模は小さくなっている。式典では、 インドの中英高等弁務官がレスターのアーチに花輪を、イギリスの中印高等弁務官がインド門に花輪を捧げた。ラジパースから望むインド門この門はニューデリーの建設者であるだけでなく、戦争記念碑の設計者でもあるエドウィン・ラッチェンスが設計したものである。彼は IWGC のメンバーであり、ヨーロッパで最も優れた。 戦争記念碑と墓地の設計者の一人であった。1919年には、イギリス首相、デビッド・ロイド・ジョージの依頼を受けて、第一次世界大戦後初の国家的な戦争記念碑となった、ロンドンのセノタフをはじめ、ヨーロッパで66の戦争記念碑を設計した。ラッチェンスは、電気作家、クリストファー・ハッシーによると、 宗教的装飾のない普遍的な建築様式に基づいた記念碑のスタイルであるエレメンタルモードに居していたという。外線門の創造的な再構築と称されてきたインド門の全長は30フィートでニューデリーの中央展望台であり主要な儀式の更新ルートであるキングスウェイの東側の軸方向の端に位置している。高さ42メートルのインド門は 赤いバラとプル石の低い台座の上に立っており、段階的に巨大なモールディングへと上昇していく。上部にある浅いドーム型のボールは、記念日には燃える油で満たされるように意図されていたが、これは滅多に行われない。インドモンと、その六角形の複合体は、直径が約635メートルで、面積は約30万6千平方メートルである。インド門の軒には、 帝国の太陽が刻まれているが、アーチの両側にある、ローマ数字のマクムキシブと、マクムキシックスに挟まれる形で大文字で、インディアと刻まれている。大文字のインディアの下には、以下のようなエピタフが刻まれている。トゥーザ、デッド・オブ・ザ・インディアン・アーミーズ・フー・フェル・アンド・ア・オナード、イン・フランス・アンド・フランダーズ・メソポタミア、アンド・ペルシャ・イースト・アフリカ・ゲリピリー。 and elsewhere in the NER and the FAR, East and in sacred memory also of those whose names are here recorded.and who fell in, India or R, the North, West Frontier and during the third Afghan War, France, Flanders, Mesopotamia, Persia, 東 Africa, ガリポリその他近極東の各地で倒れ。 神聖な記憶の中で称えられているインド軍の戦死者たちへまた、インドや北西編教州で第三次アフガン戦争中に戦死した人々の名も、ここに記す門の上部に刻まれた、秘文13。218人の戦没者が門に名を刻まれ記念されている。デリーメモリアルで見ることができるが、セキュリティ上の理由から記念碑の名前を読むことは制限されている。 門には1917年に戦死した領土軍の女性看護師の名前も含まれている。インド門付近の天外インド門から東へ約150メートル、6つの道路が交差する場所に6世紀のマハーバリプラムのパビリオンをモチーフにした高さ73フィートのキューポラがある。ラッチェンスはドーム型の天外とその茶々を支えるために4本の デリー式のオーダーを用いた。天外は、その年に没したインド皇帝ジョージ5世の追悼の一環として1936年に建設され、チャールズ・サージェント・ジャガー作で高さ70フィートの大英帝国王冠をかぶり、イギリスの奉仕と尺を持った、大冠式の衣装姿のジョージ5世の大理石像を覆っていた。1936年から1968年に、 撤去されるまで、この像は、王室の紋章とジョージ VRI の秘文が刻まれた、台座の上に立っていた。RI は、レックス・インペラートル、または、キング・エンペラーとして、ジョージ5世を意味している。天台の上にはもともと、金色に輝く中段王冠があり、ジョージ5世のロイヤルサイファが飾られていたが、1958年8月12日に、撤去された。 像は1947年のインド独立後20年間、元の場所に立ったままであったが、特に独立10周年と1857年に起こったインド大反乱100周年を境に、インドの一部政治家からの反対の対象となった。1965年の独立記念日の2日前、サミュクタ社会党のメンバーが警備していた2人の警官を制圧し、 像にタールをかけ、王冠、花、片耳を汚し、スバスチャンドラボースの写真をモニュメントに残した。インド政府は、像の移転を決定したが、このような姿勢を取ったことに対しかなりの批判に直面した。イギリス政府は、適切な場所や十分な予算がないことを理由に、像をイギリスに返還するという提案を却下し、ニューデリーのイギリス高等弁務官事務所は、 スペースが限られていることを理由に、像の移転を拒否した。デリーの公園に像を移そうとする努力は、当時デリーで権力を握っていた、民族主義政党インド大衆連盟によって強く反対された。最終的に1968年末、像は、天外の下から撤去され、一時的に保管された後、デリーのコロネーションパークに移され、 他の英霊インド時代の像と一緒になった。像の撤去が議論されている間も撤去後も、天外の下に、マハトマガンジーの像を設置することが、しばしば提案された。この提案は、インド議会でも議論された。1981年、政府は、議会での質問に答えて、空になった天外の下に、ガンジー像を設置することを検討していることを、確認したが、 実行されなかった。インドモンのアーチの下にあるアマル・ジャワン・ジョティ。アマル・ジャワン・ジョティは、1971年12月の、バングラデシュ独立戦争で戦死した、インド人兵士を追悼するために、インドモンの元に建立された、黒大理石の台座に、軍用ヘルメットを被せた逆さの L1A1、自動小銃を乗せ、圧縮された天然ガスの炎からの高級的な、 光で照らす四つの壺で結ばれた構造物である。1972年1月26日の第23回インド共和国記念日に当時のインディラガンジー首相によって落成した。アマル・ジャワン・ジョティが設置されて以来、インドの無名戦士の墓として機能している。軍が24時間体制で警備している。アマル・ジャワン・ジョティには共和国記念日、戦勝記念日、 不評の日には、首相と軍の参謀長によって、リースが置かれる。不評の日は1947年10月27日に、インドの不評部隊がすりながるに上陸し、パキスタンの傭兵によるジャンヌ・カシュミール・反応国への攻撃を阻止し、撃退した日のことである。第68回不評の日は、陸軍参謀総長ダルビル新将軍と、不評退役軍人を代表して、 チャンドラシェカール中将が喧嘩した。2014年7月、政府は、天外の周囲に、国立戦争記念碑を建設し、隣接する、プリンセスパークに、国立戦争博物館を建設する計画を、発表した。内閣はこのプロジェクトのために50億ルピーを、配分した。国立戦争記念館は2019年1月に、完成した。ありがとうございます。